今日はしゃぶしゃぶ丼亭埼玉与野店にやってきました。それでは早速中に入ってみたいと思います。内装もとっても綺麗ですね。こっちがテーブル席になってるんですね。木のぬくもりがすごく素敵な内装になってます。すごい。この横がお庭になってるんですね。すごく素敵です。それでは奥も行ってみましょう。あ、デザートがある。あ、駄菓子もありますよ。あ、懐かしい。こちらはテーブル席が掘りごたつになってます。奥もあるんですね。あ、さらに奥があるんですね。行ってみましょう。こちらにも素敵な庭園が見えます。広い。こちらお座敷席になってます。すごいですね。これだけ広いと大人数の宴会にぴったりだと思います。